2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半村先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。今回はね、月火水休みなんでね、ハイアンドロー社、仕込みをしてました。今度お見せするのはインジケーターが5分足ですね。5分足で、2週間の分析ね、データでちょっと分析データを見てます。ナイジさん、一応全勝ですね。14回取引されてまして、シグナル全勝になってます。こうですね、買ってですね。平均利益ピップスが100ピップスですね。1分足と5分足の分析両方でできましたね。どちらでするかということですね。実際の勝率これ 100% です。これ週間で14回シグナル出てますけれども、実勝率は 100% ですね。で、今後稼げる勝率は 73.1% と出てます。GBP、AUD にユーロ、GBP も出てますね。これ65.65% ですね。2回ぐらい負けてるでしょう。これも買ってですね。ここでも負けてるんですね。ここで負けてるんですね。これはライン数で表示していますね。で、ちょっと解説しましょう。これね、時間は知っておいてないといけないんで。ということですね。5分足の分析での15分バイナリーですね、の投資ですね。こちらの方もいいですね、5分足もね。1分足と5分足ですね。